ここめっちゃいいと思います。金山湖のスイートルーム、ジェット、あ、ジェット来た、ジェット。なあ、まだ綺麗。ふさ夫婦。やばいよ、雨。一体どこで走る？起きるよ、うん、綺麗だ。タープの下からこの景色を独り占め。なんと貸し切り状態でした。じゃあ朝ごはんでも食べていきますか。今日の朝ごはんはカップヌードル。やがって。びちゃびちゃだからゴミ袋に全部入れた。よし、あとはタープじゃ。ゴミじゃないよ。OK、 あと少し。おお、乾電池とかも捨てれんだ。乾電池、燃やせないゴミ用長靴、ゴム手袋等。ゴミの分別にご協力ください。はい、一回車を止めて、うん、受付をします。8時半から空いてる。8時半からなんだ。うーん、あ、そうなんだ。使うとは11時。この坂きついよね。
見ての通り勾配なので、リヤカー運ぶのすごい大変だね。全部坂、全体的に湖に向かって全部下りだね。すごい、あっちもなんだね。広いね。歩くか、全体岩か。うん、昨日はあっち側に泊まったんだけど、貸し切りね。あっちに全部あるの。救い場最前列取れないとちょっとね。晴れの日は多分きついね。うん、一番奥まで行く？奥まで行ってぐるっと帰ってくる。広いな。あ、ここリヤカーも使えない。きちい、満杯きちいと。てかここ埋まることあんの？でも満杯って聞いたことないね。うん、入れなかったって。だって500で晴れるんだよ。500も晴れるんだ。車は800だ。そんな止めれんの？800張り張れる方がやばくない？あっちがバンガローだ。あ、バンガローあるんだ。あっちはね、入らないでくださいって言われた。うん、バンガローよりもこっちだったら、うん、どこ張ってもいいよって言われた。ちょっと見てみよう。エゾマツバンガロー、こんな感じ。車止めれそう。あ、ここもいいんだね、きっと。ああいう風にシェルター建てたりしてできるけど、結構わかるかな、斜め。お、トラロープが雰囲気だね。水地場すごい斜めだね。で、ここいいね。ここ平地。なんか時々あるって書いてた。そういえば平地だけど、うちは建てれないね、ソロキャンの人とか。いいね、ここ平地で全体的に斜めっていうところで。あ、でもあそこら辺も建てていいんだ。あの、それぞれ車だったりするか。うん、平坦なところを見つけるの大変で。大変だ。書いてたけど、本当だね。平坦なところはありません。ちょっと水辺行くか。いいね、あそこ。ここでも大変だけど。いいよ。いいや。あ、でも景色めちゃめちゃいいね、今日。晴れてたら最高やな。カヌーやってる人いっぱいいる。あー、まだ綺麗。ずっと持ってる。あれはじゃあ許可を取ってやってんの？あ、この白いとこはダメなのか？白浜ダメって。白浜の部分はテント設営不可と。そうです、言われました。はい、マナーを守りましょう。広いね。そうだね、そうだね。朝何時に来てもいいんでしょ、きっと。来てちゃんと受付さえするから。
地が盛られていて平地になってます。ここめっちゃいいと思います。金山湖の特等席、金山湖のスイートルーム。全然知らない人だけど、いろいろ歩いたし、そろそろ帰るか。帰ります。だいぶ歩いたよ。結構広いね。一番広いかも、今まで行ったキャンプ場の中で。赤い川より広いね、多分。あ、ちなみに我々は今回そこだけなんか芝がちょっとね、カラス行くとこじゃないです。あ、すぎます。私たちはあそこのトイレに行きます。ステージあるんだね。こら、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 こら。何？クマゲラゲラ笑い。着きました。行きたかったところ、ちょっとお得で。フラノデリシャス、デリスさん。おしゃれだね。ドゥーブルフロマージュとフラノ牛乳プリン。北海道道の駅登録第1号だって。こちらはミカサ62ページです。行くで。はい、ドゥン。サンファームミカサ道の駅制覇まであと パラパラ。カブトムシいました。さてこれから何ができるのでしょうか。チャンネル登録と高評価お願いします。